アメリカ空軍 F-35A 戦闘機と中国空軍 J-20 戦闘機とが幾度となく遭遇している情報をキャッチしました。調べているうちに、この J-20 戦闘機のヤバい情報を入手しました。今回は J-20 戦闘機を中心に詳しく見てきますね。中国空軍の最新鋭戦闘機、殲20J20 は、いわゆる第5世代に分類されるステルス戦闘機で、中国での愛称は、タケシ竜、マイティドラゴンと呼ばれ、2017年3月に運用が開始されています。その第5世代ステルス戦闘機としては、2005年12月に運用が開始された F-22 ラプター、2015年7月に実用化されたアメリカの F-35B 垂直短距離離着陸型ライトニング2に次いで世界で3番目のステルス戦闘機です。世界の第5世代戦闘機とされているのは2022年6月現在において、この3機種 F-35 には派生型として通常離着陸型の A 型と艦載型の C 型が追加されているの他には、2020年12月に運用が開始されたロシアのスホ E-57 だけです。2022年3月にアメリカ太平洋軍のケネス・ウィルスバック司令官がミッチェル航空宇宙研究所によるインタビューの中で F-35 と J-20 が遭遇したことについて語っている。それによると、東シナ海においてアメリカ軍の F-35 形式は不明が飛行中に中国空軍の J-20 と遭遇して交戦寸前の状況まで接近したことがあるとし、 F-35 のパイロットの報告によって J-20 の性能と中国軍パイロットのデリ度について想像していた以上に高いものであったとしています。またその際に付近には中国空軍の早期警戒管制機 KJ-500、空強500も飛行していて、それらの間で統制の取れた行動を見せていたことに驚いたとして、中国空軍の実力を侮ることなく正しく評価した上で対抗策を講じるべきと指摘しました。なお、ウィルスバック司令官は J-20 の運用については J-35 のような対地対艦攻撃能力も合わせ持つマルチロール機となるのか、あるいは F-22 のような聖空戦闘機となるのかとの判断は時期尚早であろうとしています。 J-20 は中国航空工業集団公司の一つである成都比企工業公司で開発されたことから、チェングズ成都 J-20 とも呼ばれていて、中国の軍事マニアの間では死体、中国語でリボンを意味するとも呼ばれています。これは、第5世代機の中国での呼び方である、四大機の四大と死体の発音が似ていることと、これらの J-20 を含む J 型として開発された戦闘機の機体が、薄く平らなリボンのような形状をしているものが多いことに由来しているのです。J-20 の開発は、1990年代に始まり、2010年の末に、成都比企工業公司のテスト飛行場敷地内で、地上走行試験が実施されたことが確認され、飛行式の軍人関連ウェブサイトに、機体の画像が掲載されたことで、その存在が広く知られるようになりました。2011年1月には、初飛行に成功したが、その機体が、電波吸収素材の塗装が確認されたことから、ステルス性の高い機体であることが確認されており、そのレーダー反射断面積 RCS は 0.025 平方メートルと推測され、この数値はアメリカ空軍が世界で初めて開発したステルス攻撃機 F-117 ナイトフォークと同程度であり、F-35 の RCS が 0.0015 から 0.005 平方メートルで、F-22 も0.0002 から0.0005平方メートルであることと比べると、ステルス性能では J-20
若干劣ると見られています。2016年11月1日に、広東省の多摩海で開催された中国国際航空宇宙博覧会で初めて公開され、2機の J20 によるデモンストレーション飛行が実施され、中国空軍の次期主力戦闘機として開発が進められていることを内外にアピールしました。2018年9月には、J20 が量産体制に入り、年間40機のペースで製造されると報じられ、2019年から東部戦区に配備が始まったとされています。なお、第5世代ステルス戦闘機では、世界で初めて複座型が製作されていて、後席の乗員は、ロイヤルウィングマンのような無人航空機との編隊を組んだ際の完成を行うものとみられています。現時点で推定されている J20 の初舷は、全長 21.2 メートル、全幅 13.01 メートル、全高 4.69 メートル、空居重量 17,000kg、最大離陸重量 36,300kg、実用上昇限度 2万メートル、最高速度 2500 平方キロメートル、最大航続距離 5900 キロメートルとされ、総発のエンジンは、初期型においては、ロシア製レスホ E27 フランカーに搭載されているサトゥールム AL31FM に最大推力 145kN を搭載していました。しかし、2021年9月に行われた航空ショーで、国産エンジンの WS10C 最大推力 147kN が搭載された J20 を飛行させ、このタイプの J20 が量産体制に入ったことをアピールしました。中国では J20 用エンジンとして WS15 最大推力 180kN の開発を進めていますが、それが難航しているためにすでに開発済みであった WS10 の推力を引き上げ、挙手状のステルスノズルを備えて J20 に搭載して2023年の完成が予想されている WS15 実用化までのつなぎとしたのです。しかし、WS10C には、推力変更ノズルが搭載されていないために、空中機動性において、F22 より劣るとされ、中国では、2022年から、WS10C に、推力変更ノズルを搭載する、アップグレード開発が進められているとして、香港のサウスチャイナモーニングポスト紙、SCMP が報じています。また、J20 のセンサーには、アクティブ電子操作アレイ、AESA レーダーが搭載されているが、この AESA レーダーは、2000から2200個の送受信モジュールを備えていて、出力電力は 24kW に達するとされています。この数値は、F22 が搭載している AESA レーダー AN-APG-77 の送受信モジュール数と出力電力を上回っているため、J20 に搭載されている AESA レーダーは AN-APG-77 より探知距離が長いのではないかと見られています。また、J20 には F35 に搭載されている AN-AAQ-37 エオダスによく似た分散開口システム DAS が採用されており、機体の各部に複数のセンサーを備えているほか、機種の下面には F35 と同様に電子光学照準システム EOTS を備えていますが、 F35 の EOTS-86 が空対空、空対地赤外線捜索、追尾機能を結合しているのに対して、J20 の EOTS は、空対空目標の補足、照準に比重を置いていると見られています。ちなみに、J20 の1機あたりのコストは、1億から1億2000万ドル、約132から160億円、と言われていますが、2000年代の初頭では、4億5000から5億元、約88から98億円、とされていたもので、それは、開発過程において、大幅にコストが上昇したことを意味しており、
推定されている研究開発費は約300億元、約6000億円以上であろうと見られています。F-35 のコストは、直近で導入を決定したフィンランドが、1機あたり約7300万ユーロ、93億円で購入するとされていることからすると、J20 はかなり高いが、量産体制に入ったことで、現在では多少は下がっていると思われます。また、日本が購入する F-35 の価格が、1機約130億円と、J20 並みの価格となっていることを、アメリカの言いなりになって、カモにされているのではないか?などとして批判する声が、左翼政党や左翼メディアなどから上がっていますが、これは、日本での F-35 の製造に、国内企業を絡めたことが、要因となっているのです。防衛省は、主力戦闘機採用の条件として、国内企業に、機体やエンジンの生産、整備を部分的に任せることを挙げており、F-35A を選定するにあたっては、アメリカ政府とロッキード・マーチン社が、機体の最終組み立てや、検査のほか、主翼、尾翼、胴体後部の製造とエンジン組み立てに、日本企業が参画することを認めています。この条件を付加するのは、国内企業に仕事を与えて、国産化を目指す。次期戦闘機の開発に必要な技術力を維持することを目的としているためですが、そのことで、新たな設備投資やライセンス獲得費用も必要となり、そのための経費が調達価格に上乗せされているのです。そして、J20 の研究開発費が約300億元、約6000億円、以上とされていることに関して、2035年から退役が始まる F2 戦闘機の後継機種として、防衛省が開発を進めている航空自衛隊の次期戦闘機の研究開発費が1兆4000億円と見積もられていることに批判が上がっています。しかしながら、これについては、過去に多数の国産戦闘機を開発してきた中国でさえ、第5世代戦闘機の開発に6000億円以上かかっているのであるから、F-16、ファイティングファルコンを母体として F-2 を開発した経験しかない日本が、次世代、第6世代とされる戦闘機を開発するのだから、当然とする見方があります。自衛隊の装備品をすべて国産化して、調達を世界情勢に左右されないようにすることは、国防上必須であり、特に高額な装備品である戦闘機の国産開発、製造は重要で、国内企業の防衛産業離れが問題視されている現状を踏まえ、ここは多額の投資によって国内企業の防衛産業参画を促しておくべきでしょう。ロシア・ウクライナ戦争が勃発したことにより、世界中で武力や防衛力の強化が行われてきた印象があります。こうなってくると、日本も遅れを取らないようにしなければなりません。もはや、中国は、アメリカに次ぐ軍事国家と言っても過言ではなさそうですよね。ロシアは、現在、兵力や武力不足で衰退していますし、意識する本当の相手は、中国なのかもしれません。日本も遅れることなく、この波に乗ってほしいものです。韓国が領有権を主張している竹島。2012年、平成24年8月10日は、
当時の大統領ユミョンバク氏が上陸して、物議を醸し出したこともありました。東日本大震災の翌年で、日本国内が、まだまだ不安な状況下での、火事場泥棒をじみた行動に、批判も噴出した記憶があります。さて、そんな竹島に、急展開が起きたようです。当事国以外のイギリスとオーストラリアが、竹島を日本領土だと、認識しているというのです。今回は、竹島の領有権関連について、スポットを当ててみていきたいと思います。現在、日本の領土問題として、多くの人が認識しているのは、北方領土、ロシア、竹島、韓国名、独島、尖閣諸島、中国、台湾の主に3つでしょう。特に、北方領土については、日本地図にも載っていますから、日本人としては、学生時代に教え込まれるはずですね。北方領土に関しては、政府も、なかなか強気に出られず膠着したままです。まあ、わざと、交渉のテーブルから、外した安倍元総理みたいな政治家もいましたけどね。尖閣諸島に対する中国の圧力は、非常に大きいので、嫌でも、最大の係争地域として、重要視せざるを得ない状況になっています。毎日のように、中国海峡局感染と小競り合いが続いていますが、中国の実効支配をなんとか防いでいる状況と考えられます。尖閣諸島を狙っているのは中国だけではありません。台湾も自国領と主張し始めているのですが、そういう台湾を自国の核心的利益と呼び、武力を使うかどうかは不明にしても、必ず統一すると息巻いているのが、中国なのです。中国は台湾統一を果たすために尖閣諸島を自動的に中国領土に組み込んでしまえば有利になりますから、日本は防衛のためにも中国の台湾統一を阻止する必要が出てきました。尖閣諸島へ中国側の物理的な上陸を阻むことが必須ではありますが、実効支配されてしまえば北方領土や竹島のように、交渉で返還を図ることは、事実上困難でしょう。日本は、憲法によって、紛争解決に、武力行使は禁止されています。ということは、北方領土や竹島に関して、武力によって奪還することは、できないでしょう。だからこそ、老獪な政治手腕が必要なのですが、非常に残念なことに、日本の政治家に、そういう高スペックを持っている人物はいないようです。どんなに叩かれても、自分の政治生命を絶たれてもやり抜くという無視の政治家は、皆無というのが、現代日本の不幸だと思わざるを得ません。中国が、その気になれば、尖閣諸島を実効支配することは、至って簡単と見られますが、それを回避するためには、海上保安庁の艦船等による物理的な防衛を強化していく方法しかないと思われます。また、台湾有事に対しては、アメリカのバイデン大統領も、台湾防衛に軍事力を行使すると明言はしていますが、アメリカ国内メディアからは、まずは台湾自身が立ち向かう必要があるという異論も出ているそうです。仮に中国が台湾へ武力侵攻した場合、まず台湾が自分から立ち向かう姿勢を示さなければ、アメリカはあえて中国と対峙する事態は得策とは言えないと判断しているということでしょう。つまりアメリカ自身が中国軍の攻撃を受けない限り、台湾有事や尖閣諸島でもアメリカ軍の軍事介入は慎重に行うべきという世論がアメリカ中には一定数存在しているということです。そして、これは日本にも応用されるという現実をアメリカを頼みにしすぎる人たちは、
覚えておくべきことだと思います。こんな状況下、竹島の領有権問題について前述の通り急展開が起こりました。日本側の主張を裏付けるイギリスやオーストラリアの公文書の存在が提示されたというのです。場所は東京都千代田区霞が関にある領土主権展示館でした。2021年9月28日から領土主権展示館では、太平洋戦争で敗戦した日本がアメリカを中心とする西側連合国と締結したサンフランシスコ平和条約締結70周年の記念として新しい公文書が公開されていました。歴史を振り返りますが、1945年、昭和20年、8月、敗戦国になった日本は、アメリカを中心とする、連合国軍最高司令官総司令部、GHQ のマッカーサー元帥等の統治下に置かれ、7年間、1952年、昭和27年、4月まで、その状態が続きました。マッカーサー元帥は、1945年9月、いわゆるマッカーサーラインを暫定的に設定し、決められた中で、日本漁船の操業を認めましたが、韓国名で、徳島と呼ばれる竹島が、日本側の枠外になっていたことは事実です。ただし、あくまでも、GHQ サイドの便宜的なもので、1951年、昭和26年、9月に調印されたサンフランシスコ平和条約では、日本が返還する地域は、最終島、巨群島、物量島を含む朝鮮と書かれていたのも、紛れもない事実です。調印される2ヶ月前、1951年7月、韓国政府は、上記地域に、徳島を追記してほしいと要請したそうですが、翌月に、アメリカ側は、徳島は、日本の竹島と認めて、韓国の要請を拒否しているのです。当時、初代韓国大統領であった李承晩、李承晩は、不服として、1952年1月、いわゆる李承晩ラインと呼ばれる境界線を勝手に引きました。マッカーサーラインの真似ですが、徳島を含めて引いたので、強引に韓国領土に取り込んだわけです。サンフランシスコ平和条約の記述にも背いている、李承晩ラインの宣言に、翌2月、日本もアメリカも、このラインを認めることはできないと、抗議しましたが、韓国は聞き入れず、それから70年以上経った今も、徳島の実効支配を続けているのです。竹島の帰属について、これまで、韓国側は、アメリカ一国だけが、日本の領有権を認めているに過ぎないと述べ、サンフランシスコ平和条約を締結した連合国の総意ではないという主張を繰り返してきました。しかし、今回、領土主権展示館で展示された1951年1月付のイギリス公文書には、竹島を日本の領土とするアメリカ国案にイギリスが同調したことを、連合国の一国であったオランダに示したことが、はっきりと記載されているのです。また、同年7月、オーストラリアの外務省が、当時韓国釜山に駐在していた、同国外交官に送った電報も展示していましたが、その文書には、従来の韓国側の主張を覆す内容が書かれていたそうです。具体的には、サンフランシスコ平和条約が定めた日本が破棄すべき島、最終島、巨群島、物量島に、徳島を加えるように要請したものだったのです。その破棄対象に、徳島を加えることを了承させるため、韓国側は、地理上の位置を偽って要請しているので、オーストラリアとしては容認できないという見解が示されていました。この領土主権展示館で掲示された日本の主張を強化する
新しいイギリスやオーストラリアの公文書に対して、韓国側は、どう出るか見物ですが、多分、今まで同様、自分の都合の悪い事実を黙殺することでしょうね。とはいえ、韓国側が無視し続けると分かっていても、こういった、地道な証拠や公文書の提示等によって、韓国の主張へ抵抗し続けることには、大きな意義があることは、言うまでもありません。自分たちの嘘がバレても、韓国は、2007年、平成19年に収益させた強襲揚陸艦に、徳島と命名、国内世論の反日政策への誘導を続けています。それ以降も、日本への対地攻撃を意識した潜水艦、島山安正弘を配備し、この艦の最終型である、バッチ3では原潜化を施行、国産初の3万トン超級の軽空母計画を開始していますから、どこに向けた軍備なのだろうかと突っ込みたくなります。日本は、自国領土でも、一度実効支配されてしまえば、北方領土のように、手も足も出なくなってしまうので、こうした前例を無駄にすることなく、尖閣諸島が同じ状況に陥らないように、政治的行動を期待したいものです。前トランプ大統領に代表されるように、アメリカは強硬な対中政策を進めていますが、今回は、なんと、大統領選挙中に中国へ警告とも思われる行動を起こしました。戦略爆撃機が中国へ侵入したというのです。アメリカがこんなことをするとは、びっくりしますね。一つ間違えれば、アメリカ VS 中国の戦争に発展しかねない危険な行為ではなかったとかと思われます。では、どんな作戦だったのか見ていきたいと思います。香港メディアのサウスチャイナモーニングポストは2020年11月27日アメリカ空軍の B-1B 戦略爆撃機2機が中国の防空識別圏に侵入したと報じました。これはアメリカによる中国牽制の示威行為だと見られると分析しているそうです。サウスチャイナモーニングポストの情報ソースは民間航空機追跡サービスのエアクラフトスポットからのものと述べています。それによるとB-1B 戦略爆撃機2機はアメリカのグアム島から発進したとのことです。グアム島のアンダーセン基地から発進した2機の B-1B 戦略爆撃機は空中給油機2機も随伴させていて、この空輸機から空中給油を受けながら飛行、北西の日本方面に向かって飛んだ後、進路を変えて台湾方面の西へ向かいました。そして、その方向のまま、東シナ海に中国が設定した防空識別圏に侵入したとみられるのです。アメリカ空軍機の動きを知った中国空軍は、2機の戦闘機をスクランブル発進させ、同時に B-1B 戦略爆撃機2機に警告を発したそうです。実は、この当時、中国軍は、B-1B 戦略爆撃機が侵入した東シナ海を含む南シナ海や渤海などの4カ所で軍事演習を敢行していました。ということは、その軍事演習に対するアメリカの牽制行動、脅し?と考えられるのです。一つの中国を主張し、台湾は中国の一部と豪語する中国は自国領だから遠慮する。必要はないとばかり、
台湾の領空や領海への侵入を繰り返しています。歴史的軋轢や国民感情は全く無視していることは言うまでもありません。特に2020年9月以降、台湾領空への中国軍機の侵犯行為が多発しています。対応すべき役割を担うはずの台湾空軍主力航空機は F-16A-B ブロック20戦闘機ですが、この150機は1990年代平成一桁に購入した機体ですから、何と言っても老朽化が著しいのです。たまたま訓練中に事故が発生したこともあり、飛行停止中でした。つまり、領空侵犯されても対峙する戦闘機がないという状態だったのです。台湾の空は開けっぱなしだと中国軍は考えたのかもしれません。要するに、中国の侵入に対する台湾の防衛力はいつもよりずっと劣っていたことは事実です。防空面の危機的な状況があったため、アメリカ空軍は B-1B 戦略爆撃機2機を中国の防空識別圏へ侵入させたと推理されているのです。つまり、アメリカは台湾へのアシストを狙って行動したものとみられているのです。前述のサウスチャイナモーニングポストは、爆撃機の中国防空識別圏への侵入に対して、アメリカが B-1B 戦略爆撃機ほどの大型軍用機をこのように飛行させることは滅多にないことで、逆に言えば、今回の行動は、かなり直接的な中国への警告ではないかと推察しているそうです。アメリカが中国を無視できないという証拠のようなものでしょうね。それほど中国の存在が大きくなっているということでもあるのでしょう。経済力のある国を世界は無視できないですからね。それは平成バブル時代の日本も同じだったはずです。ここで改めて B-1B 戦略爆撃機について紹介しましょう。B-1B 戦略爆撃機は1970年代昭和45年から54年に旧ロックウェル社が開発した戦略爆撃機です。現在はロックウェル社を吸収したボーイング社が供給していますが、大型爆撃機としては珍しい可変翼を持つ機体ということで知られているそうです。この機体は4機が最初に試作機 B-1A として製造されました。今回の B-1B は、その改良、量産型として登場し、1986年、昭和61年に実戦配備されました。それ以降、現在までに100機が就役しました。登場時は東西冷戦の最中だったので、かなり稼働したようですが、1991年、平成3年に旧ソ連が崩壊し、実質的に冷戦構造が終了したこともあって、この B-1B は現在でも現役バリバリで活躍中とのことです。B-1B 戦略爆撃機の各データですが、乗員4名、全長 44.81m、全幅最大 41.67m、最小幅 23.84m、全高 10.36m であり、エンジンターボファンが4機、爆弾搭載量については、機内分が 34.02トン、機外分は 26.7 トンという大きな数値を誇っています。スピードは、最高速度がおよそマッハ 1.25、航続距離は約1万2000キロです。胴体内には3つのウェポンベイ、兵装があって、自由落下式の無誘導爆弾から、精密誘導爆弾、各種巡航ミサイルまで運用可能という優れた機体とされています。
この B-1B 戦略爆撃機の実戦経歴を紹介しますね。2001年、平成13年のアフガニスタン紛争をはじめとして、2003年、平成15年のイラク戦争、2011年、平成23年のリビア内戦、2015年、平成27年と、2018年、平成30年のシリア内戦など、主に中東方面での実戦投入経験が豊富ということがお分かりでしょう。とはいうものの、当時の冷戦終結という時代背景もあって、1994年、平成6年には、第二次戦略兵器削減条約、スタート2の制限対象になったので、現在配備されている機体すべてには、核兵器運用能力がないそうです。核兵器を、この B-1B 爆撃機には積めないということですね。実は、この B-1B 戦略爆撃機は、航空自衛隊も F-15J イーグル戦闘機へ搭載するために、調達を進めている JASM やルラスム等の巡航ミサイルも運用できるということです。つまり、空対地、空対艦攻撃に使える機体ということなのです。こうなると核兵器が載せられないという前提なのが、日本には幸いですね。非核三原則は、まだ有効なはずですから。JASM は、正確にはジャスマーで、マックス射程距離は、約925キロにも及んで、空対地攻撃が可能という、高スペックなミサイルと言われます。防衛省に言わせると、敵の射程距離外から、攻撃できるスタンドオフミサイルであるという認識らしいです。そして、ロラズムは、空対地巡航ミサイルのジャスマーを、土台として、空対艦巡航ミサイルへ発展させたミサイルで、ジャスマー同様、敵艦に向けたスタンドオフミサイルとみなすことができると言えましょう。なお、ジャスマーは、2016年、平成28年から、より、一層射程距離を伸ばし、2倍以上の約 1900km まで延伸した新型のジャスマー開発も進めています。このミサイルは、いずれ日本でも購入することになるだろうと見られているようです。ただし、こういった、JASM系の巡航ミサイルは、射程距離の延伸は確実に進んではいるのですが、ネックがあるそうです。それがスピードで、速度そのものは、依然として青族の巡航ミサイルですから、そのスピードのせいで敵から、迎撃されて落とされる可能性があると思われているのです。2020年9月、中国の SNS 上に、中国空軍が投稿した動画が出回りました。その動画というのが、中国空軍の H6K爆撃機が、グアム島のアンダーセン基地と見られるターゲットを、空対地巡航ミサイルで攻撃する内容だったのです。言うまでもありませんが、グアム島は、アメリカの領土です。そのグアム島の基地を攻撃するということは、アメリカへの宣戦布告と同じことではないかと考えられるのですが、中国の動画のような攻撃が実際に可能だとすれば、前述のように、グアム島のアンダーセン基地から B-1B 戦略爆撃機が発進するのは非常に難しいでしょう。でも、そこはアメリカと言うべきでしょうか、先読みが得意なお国柄と言うべきか、すでにこういった事態を憂慮し、想定し、戦略爆撃機を本土へ帰還させる動きを見せているのです。さすがに、アメリカ本土まで一気に攻撃したら、全面戦争になることを中国も避けたいと考えていることでしょう。たとえ、国内に、強硬な対アメリカ論者が多かったとしても、自分から仕掛けたという形になることを中国は望まないはずです。日本の真珠湾攻撃を批判する国ですからね。
自分たちが第二のパールハーバーを起こしたと言われたくないはずです。多分。アメリカもそれがわかっているから、爆撃機を本土へと移動させたのでしょう。さて、爆撃機に積むミサイルの性能が年々向上していることを説明しました。今後は、前述のように、長距離巡航ミサイルの射程距離が延伸したり、極超音速化の影響で、速度が一層速くなることも考えられます。つまり、従来のようなアメリカ軍の持つ攻撃力が危ぶまれる事態になっていく。